ものすごい声援です。西方横綱白鵬、この手拍子と、はい、しこ名を呼び続けるのはこの豪栄道ですね。今場所はさあ1敗同士、優勝の行方を左右する今日注目の一番です。白鵬は初日に宝富士に不覚を取って以来勝ち続けて、昨日稀勢の里を引きずり下ろして先頭に立ちました。豪栄道も昨日大関として初めての2桁10勝を挙げて、カド番も脱出して、そしてご当主大阪で大関として初めての優勝争い、初優勝を狙います。さあ今日ここまで両者の取り組みを占ってきましたが、北の富士さん、これまではですね、白鵬が過去の対戦もろ手で立つ立ち合いがあったんですけれども、もろ手両手を出してですね、はいはいはい、で今場所は白鵬というのは左勝ってかち上げという立ち合いも見せている中で、はい、白鵬としては今日はどういくかな。いろいろ何しろやることあるからね、はい、いくつもパターンがあるからね、なかなかそれを当てるのは難しい、うん、だから、まあ、入れたら面倒くさいから、やはりかち上げで突っ張るという手もあるからね。まあ、とにかく懐には入れたくない。入れたくないですよね、はい。さあそして向正面は玉ノ島の放駒さんですが、放駒さん、はい、両者の視線がぶつけ合っています。向正面、声聞こえますでしょうか。はい、聞こえます、ね、ものすごい歓声ではないでしょうか。そうですね、豪栄道としては鋭く踏み込むことという話がありましたが、はい、形としてはどうなりたいですか。やはり左前みつ引きたいですよね。左前回しですね、はい。まあ、その左前回しを引く相撲で、一時は関脇から大関に上がるときは白鵬戦3連勝したこともあるんですが、はい、やはり回し引いてからですね、はい、もう構わず走るような、はい、ところ見たいですね。出足、はい。佐田さん、はい、豪栄道はね、今日地元大阪、お母さんが応援に来てますね。ええ、地元寝屋川市出身の豪栄道、10勝1敗、鶴竜、春馬富士と2人の横綱を倒して優勝争いの先頭に並び立ちました。ものすごい気迫、両者の気合を感じます。さあ時間です。この声援を力に変えて白鵬を破って優勝争いの主役に躍り出ることができるか、豪栄道。4場所ぶりの支配奪還に向けて今日も厳しい相撲を見せるか、白鵬。一敗同士の対戦です。立ち合い、瀬の里と同じ状態だね。粉砕だね。やっぱ滲んだね、これ。やっぱ勝ち上げだね。やはり今場所見せている張ってからの勝ち上げ、豪栄道が引いてしまいました。まあ、一番やっちゃいけないことをね、この大一番でやってしまったね。これで豪栄道が2敗へと後退。白鵬が1敗を守りました。
後の稀勢の里次第では単独トップに立つ可能性もあります。最後の1番